はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日お話しする内容はありえないゲストというテーマでお話をしていきたいと思います。民泊の清掃をしていると様々なありえない状況に直面することがあります。最近あったゲストに驚かされた話をしていきたいと思います。オーナーさんがゲストのためにアメニティの歯ブラシやスリッパ、ヘアゴムやヒゲ剃りなどを用意しているケースがあるんです。こういったものって持って帰ってしまったとしてもオーナーさんもまあしょうがないよねという感覚でいると思うんです。民泊でゲストさんに気持ちよく宿泊をしてもらうためにこのようなアメニティのサービスを用意しているホストさんもいるんですね。この動画を見ているあなた自身がもしも外資系のホテルに泊まったとして、高級感のある部屋でアメニティも充実しているとしますよね。シャンプー、ボディーソープ、コンディショナーがこうミニボトルで置いてあったり、歯ブラシも人数分置いてあったりするわけじゃないですか。このようなアメニティをチェックアウトの時に全部自分のカバンに入れて持ち帰るゲストさんっているんですね。これ自体は私の感覚からすると別に悪いことをしているという風なイメージはないんです。私が以前海外旅行をした時に友人と一緒に海外に行ったんですけれども、その時にその友達が置物を購入したんですよ。で、置物を持ち帰るためにホテルに置いてあるバスタオルにくるんでそのまま持って帰ってたんですね。置物を買った時は一緒にいたので、その竜の置物みたいのを買ってたんですけれども、帰りの空港でどうやって持って帰ってるのと聞いたら、ホテルのバスタオルにくるんでスーツケースに入れて持ってきたっていう風に言ったんですよ。で、そこのホテルのバスタオルが外資系の高級なホテルだったのでめちゃくちゃ分厚いバスタオル使ってるんですね。実際私も民泊清掃としてバスタオルを購入したりとかしてるので、その分厚いバスタオルの相場感って大体わかるんですけれども、もし民泊でその分厚さのタオルを用意した上にゲストさんに持って帰られるようなことがあったら相当痛い金額のものなんです。でも外資系のホテルからするとタオルとかバスタオルを持って帰られてしまうっていうのは一応困るけれども、ゲストに対して請求はしないラインだと思うんです。お困りのゲストさんにはなってしまうと思いますけれども、ある程度想定の範囲内で、当然私の友達もチェックアウト後に清掃に入った時にそのホテルはバスタオル取られていることに気づくわけじゃないですか。もうフロントでカードで決済をしているので、その後連絡が来なかったということはバスタオル返してくださいねっていうような連絡はホテルからは来てないわけなんですよね。実際のところこれが盗難という犯罪になってしまうのか、マナー違反だよねというラインなのかというのまではちょっと私はわからないですけれども、ホテルからするとフェイスタオルを持ち帰られてしまったり、バスタオルを持って帰られてしまったり、置いてあるアメニティで使ってないものを全部持って帰られてしまったりってことはあるわけじゃないですか。今から私がお話しするありえないゲストというのはこれと同じことが民泊で起きたんです。民泊でタオルやバスタオルというのが持って帰られてしまうということはたまにあります。この場合どうするかというと、我々は足りなくなった枚数をオーナーさんに対して請求をかけていくわけなんです。そしてオーナーさんからゲストさんに対して請求をかけるという流れになるんですね。タオルが盗まれたのがありえないと言ってるわけではなくて、今からお話しするのが本題に入っていくんですけれども、この間実際にあった話としては、前日に清掃に入った物件があったんです。こちらのオーナーさんからは、すべて備品関係はいつマンスリーが入ってもゲストさんが困らないようにたっぷり入れといてくださいというふうに言われてるんです。私たちもボトルの満タンまでシャンプー、コンディショナー、ボディーソープを入れた上でハンドソープも用意をして、さらに予備も設置した上でティッシュやトイレットペーパーも多めにストックをしておくわけなんです。この状態で一泊二名のゲストが入ったんです。翌日清掃に行くと、なんと昨日設置したはずの満タンの備品が全てなくなってるんです。未開封のティッシュがごっそりなくなっていて、トイレットペーパーも12ロールなくなっていました。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープも全て予備からなくなっていて、アメニティ関係の歯ブラシ、ヘアゴム、ヒゲ剃り、スリッパまで全部なくなってたんです。一泊二名でこれやられてしまうと、さすがにちょっとがめついなって感じしますよね。それだけの量の備品を置いておくと、数人で何日間か泊まった時でも耐えれるぐらい潤沢に補充をしているわけなんです。それを一泊二名で全部持ってかれちゃうっていうと、かなり悪意を感じるところではあります。とはいえゲストさんの感覚からしても、民泊とホテルと全く同じっていう風に考えてると思うんですよね。ホテルに置いてある歯ブラシって使ってなくて持って帰る人とかっているじゃないですか。私も歯ブラシ持って帰ったりはするんですよ。ホテルの歯ブラシだったら自分の歯ブラシを持ってったとしてもたまに持って帰る方とかいるじゃないですか。歯ブラシ持って帰るのだったら別になんか悪いなっていう気もしないんですよ。ただこれが昨日入った部屋に潤沢に置いていたものが
今日全くなくなってるってなると、さすがにこの時同じスタッフが連日入ったんですけども、あれってなるわけなんですよ。宿泊人数と泊まってる日にちを考えたら絶対に使い切れるってことはないわけなんです。これを見てる方々は、だったら備品をたくさん置くのってやめた方がいいんじゃないって思うかもしれませんけれども、ゲストさんが何泊で入るかわからないわけなんですよ。オーナーさんからすると、ゲストさんを困らせないためにも、ロングでいきなりステイが入った時にも対応できるようにしときたいわけじゃないですか。途中でボディーソープやトイレットペーパーがなくなったから持ってきてくださいってオーナーさんがゲストさんから言われた時に、その物件が一棟物の中のこの部屋のゲストさんに言われて、こちらの部屋に清掃入ってるついでに届けてくださいねって言うんであれば、私たちも別に対応費とかいただかないで届けたりはするんですけれども、じゃあこれが一軒家でしたっていう風になった時に、清掃ついでに寄れるとかっていうような距離じゃなかったとしたら、私たちも届けるための対応費をいただかなければいけないわけじゃないですか。オーナーさんからすると、ゲストのストレスはないように、ある程度の備品のストックっていうのはやっぱり置いとかなきゃいけないと思うんですよ。これはもう外れのゲストだったという以外はないんです。対応策として何があるかなというと、備品を持ち帰るのはやめてくださいというぐらいしかできないわけじゃないですか。これを言ったとしても、実際に持ち帰ってるのかゲストが使ってるのかって分かんないと思うんですよ。6名から8名ぐらいが1週間宿泊するようなことがあれば、当然トイレットペーパーって12ロールぐらい使ったりするわけなんですよ。次のゲストのために常にじゃあ4ロールだけ置いといてくださいと言ったとしても、ゲストによってはそれがロングステイにつながってくる可能性もあるわけじゃないですか。そうなると当然4つじゃ足りないので追加を入れてくださいねって依頼が来たりするわけなんですよ。ここら辺はやっぱりゲストさんがどのタイミングで何名どれくらいの期間宿泊してくるかっていうのはわからないので、ある程度の準備ってしておかなければいけないわけなんですよ。今日お話しした内容っていろいろなホストさんも少なからず何かしら経験はしていることだと思うんです。室内の備品庫に鍵をかけておけばいいじゃんっていうふうに思うかもしれませんけれども、結局ゲストさんからシャンプーなくなったから予備届けてくださいって言われたら、オーナーさんはその施設に宿泊しているゲストさんに室内の備品庫の暗証番号を教えてしまうかもしれないわけじゃないですか。そしてその備品庫の中にもしシャンプーやコンディショナー、ボディーソープ、トイレットペーパーやティッシュなど大量に置いてたとして、それごっそり持ってかれちゃうってこともあるわけなんですよね。さすがにここまでやったら問題にはなるかなとは思いますけれども、実際今回のケースって誰でも経験をしていて、なかなか防ぎようがないような話だと思うんです。我々清掃スタッフからしても、いやマジかっていう感じはしました。ここまで露骨にやるやついるんだっていうふうに思いましたね。これはゲストさんが悪意を持ってやっているのか、本当に知らなくてホテル感覚として置いてあるものって持って帰ってもいいよねというふうに持って帰ってるのかもしれないです。今日の動画を見たオーナーさんたちは、あ、なるほど、そんなゲストさんもいるのかというふうに思っていただければ幸いです。そして自分なりに今後の対応策を考えてみてください。はい、本日はありえないゲストというテーマでお話をさせていただきました。私のチャンネルでは普段民泊や民泊清掃に特化したお話を定期的に配信しておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。